今日はレシピ漫画、ドドンパから、つけマグロの炙り丼に挑戦だ。ドドンパー。前に挑戦したたまらんご飯のと同じ作者、あやさんのものだ。たまらんご飯よりこちらの方が有名だったのに、おっさんが後で気づいたみたいだ。料理カテゴリーにムチでムチムチおっさん。まあ、おっさんがムチなのは否定しないがな。一晩漬け置いたマグロをいよいよ調理だ。マグロってなんでマグロっていうのさ。うお、来たな。台本にないセリフ。今まな板さんが調べてくれてるよ。あ、ありがとうございます。目が大きくて黒く見えるからメグロ、そしてマグロって説と、常温にしておくと真っ黒くなるからマグロって説があるみたいだな。調理も仕上げになってきたな。ごまを全体にまぶして表面を焼いていきます。ちなみにマグロは中国では古来、チョウザメを指した漢字だったのですが、日本に伝わったと時に、立派な魚とのニュアンスだけで、じゃあ、マグロのことじゃないか、と勘違いして、日本ではマグロを意味する漢字になったそうです。大体日本に馴染みのある動物に変えられるんだよ。豚年がイノシシ年になった。ああ、立派な魚がボロボロだ。おっさんは引いて一回できるべきだったと後悔したらしい。それじゃお弁当の中身を紹介します。わーい。右からたまり醤油、ソーセージ、ドドンパの漬けマグロの炙り丼、上の段ゆうじさんレシピのズッキーニのトースター焼き、シューマイ冷凍、無限赤ピーマン、最後にバター醤油コーン。感想どうぞー。感想は娘さんで、お弁当が豪華ですごく美味しかったとのことだ。テレビのひな壇芸人並みにベタ褒めしてきたぜ。どういうことだ。そうれじゃ、せーの、ビクトリー。レシピ漫画ボンドドンパ、二品目、豚キム丼。材料の豚バラスライス。間違えてトンカツ用を買ってしまったので、できるだけ豚肉を薄く切っている途中です。豚肉といえば毎度自虐ネタするような、おっさん。ふっふっふ。おっさんも若干痩せたように見えるので、最近は豚からイノシシと呼ばれることも出てきたわよ。どちらにしろ豚の仲間なのか。ゴリラと呼ばれたり、そういえば友達に豚ゴリラってあだ名をつけるって、ちょっとしたいじめ事案よね。何の話だ。若者はわからなくていい話よ。そう？なんだ？カットしたお肉とニンニクの芽に、キムチの素などを投入、そして揉み込みます。また前日仕込みか。今回は漬け置きに時間を要しません。あ、そう。おっさんがお弁当を作っているだけの動画である。関係上、どうしてもキムチの出番は少ないのよね。なるほど。しかしこの豚キム丼はいいのか。キムチは子供たちが好きだから、明日のお弁当は豚キムだ。って言ったら、絶対嫌だと断られたわ。まあまともな反応だな。というわけで、今日の豚キム丼は家で食べるようです。出来上がり。感想はどうかな。子供たちは完食。美味しかったそうよ。よかったよかった。みりんのせいか、結構甘めな味だったとおっさんは言っていたわ。まあ、よかったということで、せーの、ビクトリー。料理っぽい、穏やかな時間は終わりです。みんなお待ちかねの、厚焼き卵です。待たれていたのですね。ある、そういうことにしておいてください。承知しました。今回の厚焼き卵は成功します。おお、これは大胆な宣言。なので5倍速で1回巻きをさっと見ていきます。そういえば視聴者さんの中には、1回巻きではないのではとのご指摘もいただいています。ある、おっさん的に言えば偽装1回巻きって名前になるかな。お弁当の中身紹介お願いします。承知しました。右からブロッコリー、とんかつ、冷凍、今後は綺麗な楕円形を目指す予定の偽装一回巻き厚焼き卵、つぼ、ほうれん草ごま和え、冷凍、プチトマト、上の段ご飯の上にちりめん山椒、最後にマンゴー。味はどうだったかな。感想は娘さんで、カツが美味しかったそうです。ある、まあメインだからな。
とドンパに挑戦。最後はジャンクフードっす。ジャンクフードか、いい響きだ。いい響きっすか。悪い意味でジャンクって名付けられたんだろうけど、ジャンクフードって呼ばれる食べ物は大体美味しいからな。なるほど。しかしこれはあれか、急いで買い出しに行ったのか。演出っすよ演出。別にレシピ本で調べて合わせて買いに行ったわけじゃないっすよ。あ、ブラックモンブランは本日の調理とは関係ありません。知ってる。ソーセージは焼き目がしっかりつくぐらい焼いていきます。話は脱線しますが、おっさんの家ではソーセージ、茹でることがほとんどなので、焼くことはあまりありません。いつものことですが、調理工程や分量は映像で全工程が出てるわけじゃないっす。詳しいレシピはレシピ本、ドドンパ、2巻でご確認ください。そうそう料理動画を作りたい方は、正しい分量、調理工程を出した方が動画は伸びるっす。おっさんみたいなレビューというか、日記的な動画は、あまり歓迎されないっす。いやー、しかしこういう日に限って、何の片手割り失敗しないっすねー。リラックスできてるからだな。厚焼き卵の時に緊張感とかは皆無に見えるけどな。小池屋の商品開発部の人、まさかハンマーで殴られる日が来るとは、思ってなかったでしょうね。じゃがいも心地、今どんな心地なんだろうな。最後に丼にかけるチーズを作成。ジャンクフードンという名前だけど、それなりに調理工程があるので、やはりしっかりした料理レシピって感じっすね。このレシピ本3巻出てるんだよな。そうっすね。やっぱり内容がしっかりと練られてるんだな。さあ、早く終わらせて飯食いに行こう。うっす。右から鶏肉を焼いたものマキシマム味、ブロッコリー、カットミディトマト、パプリカのソテー、フライドポテト、冷凍、上の段、もやしのナムル中華味、最後にドドンパ、のジャンクフードン、感想は息子くん、美味しかったよ、とのことした。まあ、美味しかったと聞けばこういった答えになるよな。ペロリと完食したんで、まあ無理は言ってない感じっす。なので、行きますよー。せーの。ビクトリー。今日はフライパンさん以外誰が来るっすか。今日はお前と俺だけだ。すまないな、調理風景の映像データはないんだぜ。寝坊か、カメラの充電忘れか。それじゃお弁当の中身紹介だぜ。お願いします。右からお母さんが作ったかぼちゃの煮物、お母さんが作った椎茸の煮物、さくらんぼ、お母さんが作ったレンコンの煮物。待て。どうした？これおっさんが調理してないんじゃないか。安心しろ、まだ半分だ。そうだったな。お母さんにもらったししゃもを焼いたもの、上の段、お母さんが作ったわかめときゅうりの酢の物、おっさんが詰めた白ご飯と梅干し。さあ、白飯一品だけでおっさんに勝ち目はあるのか。感想は娘さん、もちろん、ししゃもが大好評だったぜ。匂い大丈夫だったのかな？一応ラップには包んでるぞ。何もしてないし、それぐらいしないとな、おっさん。待ち焦がれていた不安の方々もいたであろう。あの食材、おっさんを救う救世主、雲仙ハムがカレーに登場。まあ、味は好評だが、救世主というのは言い過ぎでは。雲仙ハムは、その名の通り、長崎県にある会社、有限会社長崎雲仙ハムが作っている、ボロニアソーセージである。外見の特徴はボロニアソーセージの規定、37ミリを超える堂々たる太さ、そしてシンプルに美味しさにある。もはや完成された味は、余計な味付け不要で、そのまま焼いたものが最も人気とされている。ああ、これだけ簡単なら、弁当を作る時間も短いし、救世主と呼ぶのは納得だな。厚めにカットして、しっかり焼き目を入れるのがおっさんのおすすめ。なんだろう、今まですごい説得力だったのに、おっさんが勧めてくるだけで一気にうさんくさく感じてきた。雲仙ハムに資格なし、雲仙ハムを信じなさい。そうだな。しかし、今日はハム切って焼いただけだよな。お弁当の中身紹介。お願いします。右からカットレタス、雲仙ハム、マッシュポテト、プチトマト、桃缶、上の段、おにぎり3つ、最後にエビ寄せフライ、冷凍。感想はどうかな？感想は娘さん、変わった味のマッシュが美味しかったとのことでした。意外な展開、どんな味付けだったんだ？おっさんが適当に作ったから再現は不能です。そっか？雲仙ハムに買ったのにすっきりしないな。そしておまけコーナー、まずは YouTube のコメントから紹介だな。そうね、まず一つ目、ナポリタンとペペロンチーノより先に進めないぜ助けておっさん。
次はカルボナーラへの挑戦いかがでしょうか。そしてもう一つ、トヨちゃんとヤックン軽米みたいで可愛い。薬味がいうのはトヨはごっこ遊びを仕掛けると、無視できない弱点があるらしいぜ。大阪人か。次はニコニコからね。おっさん、この人年で10キロ体重増えちゃったよ、助けて。追加する方なら手助けできると思います。やめろ、ネクスト、嫁プロデュースなのか、名義だけ借りてるんだぜ。お嫁さんのおタッチだからこそ、これだけ好き勝手やってるわけだしね。次のコメント、今更だけどロンロンの左肩の書塗り間違い。間違いじゃないんだぜ。イメージ的には首のところは襟だけって感じだな。最後です。包丁さんキャラが変わった。わら、正直あまりキャラが定まってないところがあるんだぜ。マイペースな人ってのは知ってるわ。はい。ここまでのご視聴ありがとうございました。コメントの書き込み、チャンネルの登録、マイリスの登録による盛り上げもありがとなんだぜ。タグ？あ、そういえば料理タグはつけないのか。って質問があったわ。ああ、それは仕様の変更だな。前はジャンルを選択すると料理タグが自動でついてたんだが、今はジャンルとタグは分けられたみたいだな。忘れるかもしれないけどできるだけつけておきます。話は戻って、宣伝、スレマ。ツイート、商品登録もありがとうございます。それでは皆さん。いってらっしゃーい。だぜ。